やってまいりました。第2回、第1回はものすごく閲覧回数が多かったみたいで、第2回も張り切ってまいりましょう。今日は2人にあります朝霧ら興産株式会社にやってまいりました。1回目の中井さんに紹介いただいた企業でございます。どんな企業でしょうか。ちょっと入ってみましょうか。ではでは、こんにちは。入ってきました。あ、何でしょうかこれは。招かれてる。いつもずっと立ってはるんですかね。疲れませんか。じゃあ、テレビに映りたいから立ってはるんですか今日は。やっぱりかい。こちらがどうやら社長室のようでございます。どんな社長なんでしょうか。怖い社長やったらどないしよう。じゃあちょっと元気出して入っていきます。はい、こんにちは。どうぞ。藤庵です。社長に元気注入。どうぞ。社長こんにちは。あ、こんにちは。はじめまして。はじめまして。私、藤庵と申します。あ、ミュージシャンでございます。そうですか。ご存知ですか。いや、知りません。知りません。はい。まだまだ藤庵も飽きませんなぁ。ということで、朝比奈興産に来させていただいたんですけど、はい。創業何年ですか。創業、今年で76年目になります。76年目。社長何歳ですか。今、47歳です。あ、47歳。ということは、2代目？ 3 代目です。あ、3代目ですか。はい、はい、こちらはどのような会社なんですか。こちらを見てもらったら分かるんですけど、おろ、風情のある炭がありますね。これそうですね、創業が昭和10年で、木炭の販売をしてたんで。はあ、この下に木炭があるんですけど、それはこの当時の木炭ですか。いや、現在の木炭です。これは、あ、現在の木炭ですか。はい、はい、なんか火ついてますね。あったかいですね。はい、そうですね。はい、社長の懐もあったかいですか。いや、寒いです。これは今何を温めてるんですか。いや、もう単にお湯を沸かしてるだけですけど。お湯沸かしてるんですか。お客さん来られたらね、いつもこれを見ていただいて、昔の創業当時、はい、こういうことしましたよという前振りの、まあ、一つのネタみたいなもんね。ネタですか。はい、これを、まあ、来られたお客さんに、お茶をついであげる。そうです、そうです。ありがとうございます。はい、いや、今日はなしです。はい、はい、では社長、お茶いただいてよろしいですか。はい。うわぁ、いい匂いです。あ、ありがとうございます。はい、こんな見ず知らずの僕にお茶を入れていただきまして。お茶だけです。じゃあ、いただきます。うん、あ、まろやかですね。そうですね、うん、これなんでこんなまろやかなんですか。いや、やっぱりこの炭と鉄品で、はい、炊くとね、こんなやっぱり一味違う、ね。さすが75年前の炭。いや、今年の炭です。あ、はい、OK、 これぐらいだったらまだマシや。この泡立ちが違うだけ。はい、お一つどうぞ。これは二味の千の利休と言うたら社長のことやったんですね。いやコメントないわ。ははどうぞ。はい、いただきます。よいしょ。あーいしょ。こんなんで違います。両手を添えて気持ちよく込めて背筋伸ばして飲んでください。はい、気持ちよく込めるんです。はい、何に対して気持ちよく。お茶に対して感謝の気持ちを込めて、愛を込めて。いや、感謝の気持ち、感謝の気持ちを込めまして。はい、はいはい、ちょっとマイクはこれでよろしいですか。いや、もうマイクはこっちを持ってる。はい、ではお茶に関する感謝の気持ち。もうそんなの肩こらんでもいいけど。あ、そうですか。いただきます。はい、
笑顔で飲んでください。朝比奈さん、うわ、この苦みがものすごいいい感じです。そうですか、天才ですね。いえいえ、ものすごいこのもう苦みが、カメラさん飲んでみます？飲んでみなはれ、これほんまに違う、背筋を伸ばして、背筋、はい、お茶に感謝をして、だということで、朝比奈興産さん、どのようなお仕事の内容なんですか？そうですね、はい、今言ったようにその木炭の販売から始まって、はい、プロパンガスの販売、はい、これは昭和30年からね、あ、火関係ですね。そうです、そうです、ね、はい、それで火関係行きまして、はい、その流れで都市ガスの工事もやってます。おお、それで火を使うということは水が必要になってくると、はい、いうことで、はい、水道工事もやってます。はあ、他は？他はですね、ええ、水道の工事につきものの道路を触る工事、はい、これももちろん土木工事ですけど、はい、土木の工事もやってます。ということは人間が生きていく上での全てのまあ、ことをもうここの朝比奈興産さんで賄えるということになりますね。そうですね、笑顔あふれる快適な暮らしということを、ね、ええ、一つのテーマとして取り組んでますから。通りで社長さんもすごい笑顔でございます。いや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 、ということで、2人で笑顔します。せーの。他にどんなお仕事があるんですか？他はですね、やっぱり幸せな、はい、笑顔を合わせる快適な暮らしをしていただくために、はい、住宅のリフォーム、リフォーム、また修繕とかね、お、はい、で長く幸せに暮らしていただいた後は、はい、すっきりと解体工事で工事で綺麗に潰させていただくと。そこまで世話をさせていただくと。そうなんですか。もう最後、はい、もう生まれる時から、潰れる時まで全てもう朝比奈興産でもうお世話に なれるとそうですいうことです。神々ですな、はい、いつも通りこれね。はい、社長、青一色ですけど青好きですか？そうですね、これ会社のイメージカラーで。あ、イメージカラー青ですか？はい、僕もまだまだ青2歳です。そうですね、はい、では、朝比奈興産の創業100周年に向けてますますの商売繁盛を願って元気電話が鳴った注入。社長、電話ですよ。今日は朝比奈興産株式会社さんを取材させていただきました。せーの、仕事を待ってます。そういうことかもしれないね。接吻中、接吻中。